坂田誠姓は日本の実業家、元陸軍将校。日本陸軍の特務機関である松機関を組織、満州、上海、香港を舞台に数々の暴略に携わる。帝国陸軍はもとより小介石率いる国民軍からも絶大な信頼を得た、けうな日本人。中国名は、デン・マコト。1900年3月21日。 和歌山県田辺市生まれ、陽名は文吉。聖火は安倍で、藤原の流れを組む代々新官を務めた名家である。父親は安倍正規。県の達人であった正騎は、西南戦争で官軍将校として出征。田原坂の戦闘において武功を挙げた。後に、明治政府より男爵位を除せられるが、夫婦相応と返上している。正規の死後、 母親の達が、奈良の豪渉、坂田作次郎の幼女となり、坂田生を名乗るようになる。当初は、養父の家業を手伝っていたが大陸への憧れを抱き、1917年、三代の妻君と共に、中国に渡る。1924年、北京民国大学に入学。卒業後、満鉄の関連企業である南満州電機に入社。1930年、 関東軍参謀本部に転籍する。調査班としての初仕事で、満盲の新交通政策と題する報告書を提出。関東軍高級参謀、板垣清志郎大佐や石原幹事中佐から高い、評価を得る。1931年9月、満州事変が勃発。法典特務機関長として、北市一帯に睨みを聞かせていた、土井原賢治大佐の指揮の下 満州国皇帝となる愛閣羅な国の天津脱出作戦に関与する。一旦軍を離れ、坂田組を立ち上げるが、1937年、日中戦争勃発と同時に参謀本部へ復帰。1939年、陸軍特務機関、松機関の農任に就任。この間、対重軽経済混乱工作を目的とした勝者、 マコトたち公使などを起こし、大陸に53支店を設置、アヘンや偽札の流通工作などで巨万の富を築く。1945年、中国引き上げに際し、当時の日本の歳費を上回る個人資産を残したまま帰国。戦後、蒋介石率いる台湾政府を支援するため、改列号事件を起こす。朝鮮戦争では、ダグラス・マッカーサー軍司令官に協力して、 二川上陸作戦に関与する。以後、会社経営に携わるが1975年2月、死去。母所は、上野歓迎寺、第三霊園。上海に本部が置かれた、陸軍直轄の機関現地の情報収集や編の中国国内での、密売や、杉工作と命名された偽札の流通工作を、行う。 その利益で陸軍の武器や資材調達に貢献した。里見はじめ率いる、里見機関、小玉義雄率いる、小玉機関と共に、上海三大特務機関と呼ばれた。莫大な資産を中国に残したまま帰国した坂田は、日本の共産化を阻止するべく、GHQ 直轄の秘密情報機関である、キャノン機関の日本人エージェントとなる。この機関には、坂田のほか。 日高、焼いた、柿の木、小玉の各機関が吸収され、中国、ソ連、北朝鮮への暴力工作と国内の労働運動や左翼勢力に対する様々な暴力活動が行われた。焼いたが設立したアジア産業が事務所を構えていた、ライカビルにも頻繁に出入りしていた。ライカビルには、小玉義雄笹川良一といった右翼だけではなく、吉田茂る、 岸信介、佐藤栄作、白洲二郎など、復興期の日本の政治を支配した勢力も、出入りしていた。1949年、密輸事件の首謀者として逮捕されるが、GHQ 主導で捜査が行われ、無罪となる。近年になり、国鉄三大ミステリーの一つ、下山事件に、この組織が関与しているという説が浮上している。 1949年8月17日、川崎市大木町の日本港関大島工場の不当にて香港から日本に来た中国国への海列号から米国製ペニシリン、ストレプトマイシン及びサッカリンを主とした総額20万ドル相当と言われた物資を密輸しようとした事件。被疑者は中国側が8人。日本側の被疑者は6人。坂田誠生。 三上拓、板垣清橋本武志、島中兵、大久保金を、大島工場の不当において、坂田が警備に当たっている、第二公安警備司令部警備員に対し、便宜を図ってもらうことを目的に10万円を贈賄しようとして逮捕された。本件の捜査は、GHQ で行われ、日本の司法は全く関与できないまま、全員無罪とされた。 この事件について国会でも取り上げられた。ありがとうございます。